マスクが届きました。ありがとうございます。さっき電話したんですよ。しんちゃんに。もしもし、ちょっと待って。これマスクじゃなくてマックだよね。アベノマックだよね。パッてつけたら、あっちのいんぜい口だよ、そこっちから。ああ、ういどうも、花子です。今日はね、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、インスタ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、ついにうちにもですね、国からマスクが届きました。ありがとうございます。これ届きましたよっていう、ちょっと開封してみましょうっていう動画です。ただそれだけです。いや、ずっとね、届かないかなって楽しみにしてたんですけど、なかなか届かなかったんで、さっき電話したんですよ、しんちゃんに。もしもしっつって、あ、しんちゃんってわかんない、心臓安倍ちゃん。あ、みんなに安倍心臓様って言った方がわかりやすいかな。うん、ちょっとしんちゃんに、もしもし、しんちゃん、マスク全然届かないけどって言ったら、あー、そろそろ今日中にはってことなんで、いろんなね、YouTuber さんたちがやってて、なんか一部ではちょっと評判悪かったり、小さかったり、髪の毛が入ってるとか、なんか汚いとかそういうのがあったりっていうのもあるんで、ちょっとその辺も、ちょっと早速見ていきたいと思います。さあ、行くぞ。さあ、ということで、届いたもの、こちらなんですけど、もうそろそろ皆さんのお家にももう大体届いてる頃かとは思うんですけど、三つの密を避けましょうということで、いや、一時期ね、なかなかマスクが手に入らない、どこ行っても売り切れてるっていう状態が続いて、こういうマスクが一世帯に2枚配られますってなってね、結構でもマスク不足ってなってから結構時間経ってこうやって届いたでしょ。僕も今日届いたんですけど、見てください、こちら。普通に、これ何枚かな、もう50枚セットかな、50枚で、少なくとも僕の地域ではもう完全にマスクは買える状態になっちゃってたんだよね。まあ、でも多分、国から届いたマスクっていうのは、洗ってね、何度でも使えるっていう布マスクっていうのがいいところだと思いますから、まあいいのかな。とりあえず、早速開けてみたいと思います。ちょっと待って。ちょっと開けてみますね。ガチ？ちょっと待って、これマスクじゃなくてマックだよね。ガチ？これ、完全に、マスクじゃないよね。マックだよね。もう世間ではアベノマスクなんても言われてますけど、これ、アベノマックだよね。きっと。ガチ？アベノマック、みんなもそう、みんなの家もこんな感じですか？マック届きました？うちだけ？ガチ？ちょっと待って、どういうことか。こういうこと？これでマスク代わりって感じ？違うよね。本当にマック？これ。これ本当にマックだ。この髪を取ってこういうこと？髪を取ってこういうこと？合ってる？ちゃんとマックだ。マスクの代わりにこれを食べて免疫をつけてくださいっていうことで合ってるかな？もし、マスクの代わりにマック入ってた人、まだ他にいたら、ちょっとコメント欄で教えてほしいんですけど、なんか違うもの入ってたのか、マック以外のもの。あ！入ってるやん！言ってよ！もし分かってた？なんで言ってくんないの？これ先に僕は、マックだけかと思っちゃったじゃん。こんなことあると思ってたら内心、しっかり入ってんじゃん、言ってよ！ということで、ちょっと普通に入ってました。おー、これがみんな言ってるマスクですか？もう特に汚れがついてるとかは別にないです。なんか一回回収したらしいですね。そして苦情が多すぎて、全部回収して配り直したみたいな情報もあったんで。それではちょっとつけてみたいと思います。どう？どう？いけてる？どうした？ちょっと待って。顎出てないかこれ。顎出てないか、ちょっと確認。これ小さいマスクやねんかい、小さいやねんかい、顔に合ってないんじゃん、わしの顔に合ってないんじゃん、このマスクのデカさが。普通に、パッてつけたら、合ってないんじゃい、口だよ、そこっちから。うわっ、あー、うい、顎隠すか、顎隠してみる、喋っていいか、このまんま。公共の場合って。マスク、機能してるかこれちゃんと。口すら隠れないんじゃい。え、水ぼくさんもないんじゃいこれ、こんなのあって、こっちでしたら顎出ちゃうし。こっちでしたら僕が出ちゃう。これ顎出ちゃってる。上、顎縛ったらこうやって鼻出ちゃってる。言っちゃってる。寝ちゃって、やっちゃって、びっくりしちゃって、言っちゃって。
ここが僕のハダザンスカイ。はい、ということで、ちょっとね、取り乱したところありましたけど、まあまあまあ、普通に使おうと思えば使えるんで、普通にギリで攻めれば。どうですか？これ喋ったら、顎出ます。閉じたらいけるでしょ。これなら、閉じたら。あの動きが喋っちゃうと、こういうタイプじゃないから、こう、表面だけのタイプだから、よくないけど。まあ、普通に外歩いて喋んないで、外歩いてる分だったら、いけるんじゃないかな。まあまあ、でもこれもまた洗ってね、ちょっと使えるマスクなんで、まあこれ大切にね、使っていこうと思うんですけど。ということで、こんな感じで今回の動画終わろうと思うんですけど、まあまあ、最近自粛もね、解除されて、まあこれ今撮ってる時がそうなんですけど、まあこの動画上がってる時どうかまだわかんないですけど、自粛解除され始めてまた、第2波とか来る可能性も十分あるんで、まだまだちょっと引き続き気をつけていきましょうということで、じゃあね。